オブ・ハルケンバーグは、アメリカ・ニューヨーク出身の男子テニス選手。1948年のウィンブルドン選手権、男子シングルス優勝者で、四大大会の男子ダブルスでも1944年、全米選手権と1947年ウィンブルドン選手権で2勝を挙げた。彼は後に、ブラジル人女性と結婚し、ブラジルへの帰化市民となった後に、男子テニス国別対抗戦。 デビスカップにブラジル代表選手として出場した右利きの選手。ファルケンバーグは身長190センチメートルほどの長身選手で、そこから繰り出すサービスは当時のアメリカ男子テニス界では最速と呼ばれた。高速サービスとネットダッシュが彼の最大の武器だったが、その独特なプレースタイルが当時のテニスファンにひょろひょろした。 ノッポがドタバタしたプレーをする印象を与えたため、彼にはダディ・ロングレックスというニックネームが付けられた。長身で鏡込んで休息を取る周壁からはプレイング・マンティスという別のニックネームも付いたという。ニューヨークで生まれたファルケンバーグは少年時代の大半をカリフォルニア州で過ごした。テニス一家に生まれ育った彼は兄弟のトムと共に ロサンゼルスフェアファックス高校の代表選手としてプレーし全米高校対抗テニスで優勝した。彼がテニス界にデビューした1942年はちょうど第二次世界大戦の戦時中であった。10代後半でアメリカ陸軍の空軍部に勤務しながら彼は1943年に全米テニスランキングで7位に入る。戦時中も全米選手権だけは 途切れることなく続行され、ファルケンバーグは1944年の全米選手権男子ダブルスでドンマクニールとペアを組み、ここで最初の4大大会タイトルを獲得した。1945年に第二次世界大戦が終結し、全豪選手権や全仏選手権、ウィンブルドン選手権などのテニス競技大会は1946年から開催が再開された。 終戦の翌年、ファルケンバーグは全米選手権の男子シングルスで自己最高のベスト4に進んだが、この準決勝ではジャック・クレイマーに0から6、4から6、4から6で完敗した。1947年のウィンブルドン選手権でファルケンバーグとクレイマーは男子ダブルスのペアを組み、決勝でトニー・モットラムビル・シットウェル組を8から6、6から3。 6から3で破って優勝した。ファルケンバーグにとっては、これは1944年全米選手権、以来2つ目の4大大会男子ダブルス優勝となった。クレーマーの著書、ゲームマイナステニスにおける我が40年によれば、ファルケンバーグは試合前に、クレーマーから、ボビー、この試合に勝つには混合ダブルスの戦い方をするんだ。君が、男性、僕が、 女性のようなプレイをすると信じされたという。ファルケンバーグのテニス経歴のハイライトは、1948年ウィンブルドン選手権で訪れた。第7シードのファルケンバーグは、準々決勝でレナート・ベルゲリン、準決勝で同じアメリカのガードナー・ムロイを破って勝ち進み、決勝で第2シードのジョン・ブロムウィッチと対戦した。試合は、最終第5セットに込み、ブロムウィッチが、 ゲームカウント5から3で迎えた第9ゲームで40から15とリードし2本のマッチポイントを迎えた。この土壇場からファルケンバーグがバックハンドのパッシングショットで反撃し最後の4ゲームを練習して7から5の逆転勝利を収めた。こうしてロバート・ファルケンバーグは1948年のウィンブルドン選手権男子シングルス優勝者に輝いた。しかし、 大会前年優勝者として臨んだ。翌1949年のウィンブルドンでは、準々決勝でそのブロムウィッチに敗れてしまう。この試合の後、彼はしばらくテニス界から遠ざかった。ファルケンバーグはこの後、ブラジル人の女性と結婚し、アメリカを離れて、ブラジルに帰化した。ブラジル帰化市民となった後、彼は1954年と1955年の2年間テニス界に、 復帰し、デビスカップのブラジル代表選手を務めた。ブラジル国籍取得後の成績は、1954年の全仏選手権4回戦、ウィンブルドン選手権3回戦、1955年、全米選手権2回戦がある。すでに全世紀を過ぎていた、彼はデビスカップでイギリスとオーストラリアの代表選手に全敗し、2年間のデハイ通算成績は3勝7敗。 で終わった。1955年全米選手権の2回戦敗退を最後に29歳で現役を引退し、1974年に国際テニス伝道入りを果たしている。ブラジルの有名なファーストフードチェーン、ボブズはファルケンバーグが創業した店で彼の名前にちなんで付けられた社名である。ありがとうございます。